両者との決戦に備え、切り札となるヤシオオリの建造が進んでいた。英雄たちは資材を集めては小田原城へと運び込んでいたが、そこへ妖魔軍を率いた孫悟空が現れ、資材を強奪されてしまった。資材奪還に名乗りを上げたのは花崗豚と宮本武蔵、源義経。三人は孫悟空が陣を構える小牧長久手へと向かったが、願わくば誰よりも強き者との戦いを。そう願う二人は、戦界の将ナタ、三国に敵なしと謳われた呂布をも苦しめた男、叶うならば立ち会ってみたい。この戦に彼は現れるだろうか。モノノフたちは最強への挑戦を夢見て、敵地へと足を踏み入れる。味方が襲われているのはここだが、それほど激しい戦いにはなっていないようだ。なんだ、ちょっと拍子抜けだぜ。敵がうじゃうじゃいるかと思ってたのによ。何を言っている。今の俺たちの目的、ヤシオオリ建造のための資材を奪還すること。そのために来たことは承知している。だけどよ、こっからは見えねえだけで、すげえ強敵が待ってるかもしれねえよな。お前というやつは。行くぞ、早急にこの任務を終わらせる。冴えておいでですな。
地獄に存ずる。ってやつか。聞けばあの呂布をも倒した豪のものとか。おいあんた、一つ頼まれてくれ。やつとの勝負に立ち会えとでも言う気か。俺たちには今なすべきことがあろう。いや、かの者の武芸、俺もこの刃で確かめたい。たぎりよって。やつを打ち払わねば先へ進めんか。
おいナタ、俺と戦え。どうして君たち人間は僕に挑むの？何度も何度も勝てるわけないのに。逃げ出そうとする弱い自分を切るためだ。それができなきゃ道は極められねえ。何がわからないのか。胸の高鳴りが。胸の高鳴り、僕にはよくわからないけど、貴様には大事なものが欠けているらしい。哀れな奴だ。おお、一段と冴えておいでですな。目の覚める戦ぶり。おお、一段と冴えておいでですな。挑戦、負けない。負けたけど何かがちょっと引っかかってる。おかしいな、僕の方が強いのに。どうして人間に負けそうなんだろう。俺たちには共に戦う仲間がいる。協力すりゃ強い奴にも勝てんだよ。仲間、協力。僕は強ければそれで十分なのに。油断はできねえ。次に会うときはきっともっと強くなってるぜ。うん、俺もそう思う。次に相まみえる日が楽しみだ。敵将討ち取ったぜ。せいぜいあがくがいい。我ことにおいて後悔せず。せずしてあなたとの戦いが叶ったな。勝つことはできた。あの強さ、強さへの執念、あれは本物だ。次に会ったらもっと強くなってるかもな。なんだ、おじけづくような柄でもあるまい。おじけづいてなんかね。これは武者震いだ。まったく、幼者討滅という目的を忘れんようにな。